おんぶるるみじたんですか。どうしたのぜ霊夢、ヤブカラスティックに。クラウゼダーフトジーフジコルプ、なんだ、通常営業なのぜ。まあ、ぶっちゃけそうなんだよね。で、何が起こったのかというと、ニュースピクスってサイトがクラッカーとニコニコの運営との、交渉過程の文章を手に入れてリークして、ちなみに、内容見たけや金払えって記事だから見なくていいのぜ。金金んで、ニコニコの中の人たちが、犯罪者を利するような、かつ今後の社会全体へのサイバー攻撃を助長させかねない報道を行うメディアに対して強く抗議をするとともに、損害賠償を含めた法的措置の検討を進めてまいります。という激おこぷんぷん丸な文章を掲載してるのを気になって調べたのですが、というのも、犯罪者を利するような、かつ今後の社会全体へのサイバー攻撃を助長させかねない報道、って、リーク情報からそんなこと起こるか？って疑問に思ったからなのぜ。ちなみにネット空間で悪いことをする人々のことをクラッカーと言って、ハッカーってのは単純に PC 技術の語彙数な人って意味なので、抗議にはハッカーにありイコールクラッカーなのですが、クラッカーとハッカーは別物です。ちゃんと PC 技術をして悪いことをする人たちを指す言葉が存在しているので、そっちを使うのぜ。で、内容を読み込んでみると、どうやらうんちをパンツを隠したかったのに、リークされちゃったらうんちをパンツバレちゃうラメーってだけじゃないのって思ったので、動画にしたためました。雑に説明すると、どんな判断だ？金をドブに捨てる気か？っていうか、どかわの経営陣ガチでやべえなって感じというか、この企業に個人情報は置いておけない、サービスを使いたくないなって感じの、よくある典型的なテンプレジパングの企業だったのぜ。ジパングの平均的な企業ってこんなもんでしょ？って感じです。で、まずは何が起こったのか？について解説します。ことの発端は、ニコニコが入ってる企業の角川ってグループに対してクラッキングが行われました。ランサムウェアって手法で、有名なのはロシアや北朝鮮が国家ぐるみでやっていると言われている、サーバーの内部に不正アクセスして内部の情報を暗号化して、暗号化を解いて欲しけや金払えってビジネスなのぜ。で、このクラッカー何が語彙数かって、パワーオフにしても、無理やり外部からパワーオンにしようと試みたっていう、相当内部まで侵入して、権限持ったアカウントを掌握していないとできないよね？って感じのところまで掌握してるっぽくて技術が高いです。で、角川グループはどうやら、見た感じだと、決算や個人情報などの基幹部分だったりを自社サーバーで運用してた臭い上に、どうやらバックアップを取っていなかった臭いために、クラッカーの要求を飲んで温情をかけてもらって暗号化を解いてもらう以外にデータの復旧は難しそうって感じです。セキュリティがしっかりしている企業だと、常に1日ごとにイントラネット、外部からアクセスできないネット空間から隔離されたサーバーのことを指すのぜ、にバックアップを保存しておいて、ランサムウェアの兆候が見受けられたら強制ロールバックをするとか、対策できています。まあ、これはもう単純にそういったセキュリティ対策の技術者に高い金を払うとかして、徴用してこなかった文化的な落ち度ですね。コインチェックって企業が不正アクセスされて、460億円相当のビットコインを盗まれたってやつも、コールドウォレットに入れておけよって当たり前をしてこなかったからやられたのぜ。まあそんな感じで、バックアップを取ってこなかったと思われるために、かなりの個人情報を人質に取られてしまった臭い、ニコニコの社長さんの運転免許証の情報とか抜かれている臭いので、ほぼ、大規模な個人情報が流出したのぜ。というのは、今後うまく交渉して、暗号化を解いてもらったとしても、クラッカーは入手した情報を、当然反社だとか、オレオレ詐欺とか、そういった犯罪者に高値で売ることができるので、一度流出してしまったものは取り返せません。個人情報流出させませんって口約束しても守るわけないでしょ？ってことなのぜ。で、どうすんべ？ってところから、今回のリークにつながります。ここからは全部噂、ゴシップの範囲なので、話半分に聞いてほしいのぜ。で、こっからはあくまでもリーク情報なる噂の範囲内のゴシップなのですが、どうやら、ニコニコの社長さんが4億円相当の金を独断で払った臭くて、それに対して、クラッカー集団がおかわりを求めているみたいです。それも、会議にかけないで、独断で実行したっぽいのぜ。まあ、もしもこれがそうだとすると、経営者側の判断ってどうなのって話になってきて、このリークってのは意味のある情報なんじゃないかな？っておまんじゅうは思うわけ。これ、なんでこの世から身の代金がなくならないかというと、金を払う奴がいるからなのぜ。一応身の代金交渉はしないって建前は存在するのですが、なんやかんや迂回して国家や企業は身の代金を払うからね。で、もしも、交渉に応じないと角川のサイトを利用してアダルトコンテンツとか買っている奴らの、情報を放出するからな、って脅しをかけている。
期限は7月1日って感じなのぜ。なので、次にニコニコが何かアナウンスをするとしたら、7月以降って感じです。これって、一部の角川でアダルテなコンテンツを買っている人たちからしたら、身代金払って、なんとかしろや。ってことかもしれないけど、そもそもなんだけど、身代金を、角川が払おうが払わなかろうが、個人情報の流出は確定しているからね。今後は交渉がどうなろうが、大量に角川でアダルトコンテンツを購入していたとか、こいつ金持ってそうって思われるアカウントは、反社からブラックメールが送られてくる可能性が高いのぜ。個人情報流出ってそういうものなので、例えば今回リークされたからといって、犯罪を助長するようなことにはならないとおまんじゅうは思うし、個人の感想なのぜ。むしろ、このリークによって、角川という企業が抱えている運用の雑さだったり、サーバー設計とか、セキュリティがバガバヤン。ってのがバレちゃって、組織としての信頼性が大きく損ねるから、隠したかったの、って見えるんだよね。お花畑なのぜ。というのも、このリークってなんか内部リーク臭くない？いう感じをおまんじゅうは受けて、今回のリークを読んでいると、まあ内部で今回の意思決定に対して不満を抱える技術者が、リークしたんじゃないかな？って思うんだよね。というのも、ニコニコじゃないジパングの企業で、サーバーの運営がクソで、ここをこう直せってエンジニアは思っているのに経営者や上司が無能で全然それをしないとかって話、腐るほど聞くし、例えば HTML のコード、1個変えるのに20万とかかかる、サーバー関係は全部管理企業に丸投げしていますとか、HTML のコード、1個変えるだけで20万の仕事したいのぜ。マジで、意思決定側の人間が無能だとやりたい放題できるなって感じです。無能というか、自分の業務以外のことに関しては関わらない、勉強しない、丸投げするって感じが、平均的な企業経営者の能力値なのぜ。独断と偏見です。で、なんでそうなるの？とかそういったことについて解説します。まず、セキュリティってのは、起こってみないとわからないってのがあります。雑に説明すると、セキュリティってのは適切が見えない、企業としては最も費用対効果の薄い部門なのぜ。これはもう、津波とか地震対策と同じで、起こってみないと適切だったかどうかが評価できないわけ。例えば10メートルの防波堤を10億使って作ったとして、9メートルの津波が来たら、費用対効果はあったと評価できるのぜ。ところが、11メートルの津波が来ちゃったら、10億はほとんど無意味というか、ドンハン金ドブ案件なわけ。津波の場合は目に見える形で評価できるからまだあれだけど、セキュリティに関しては、あらゆる方法でクラッキングを試みるから、例えば、DDoS 攻撃の対策に1億使っても、別の切り口から攻撃されたら1億は無意味なのぜ。さらには、仮に DDoS 攻撃の対策に1億使ったことで、あるクラッカーの攻撃を防げたとして、もしもそれを通していたら被害額が100億に上るかもしれなかった。なんてことって、平行世界を作って分回すとかしない限り評価できないでしょ？って話です。なので企業側にできる対策ってのは、Google とか Amazon の超絶大手サーバーを使うことで、セキュリティを丸投げするとか、自社サーバーにクラッキングできて、報告してくれたら100万とか、あとはしっかりセキュリティ部門にお金を払うとか、そういうのしかできないわけ。で、いっちゃん楽な、超絶大手の外資のサーバー使うってのは、個人情報をアメリカに渡すってことになるのぜ。次に、自社サーバー立てて運用するよりも割高になるので、サービスの運用コストが上がるから、それだけ、競合他社と比較して魅力的なサイトになりにくくなるのぜ。まあそんな感じで一長一短だよって話です。で、今後個人ができる対策についてアドバイスをします。まずは、世界的 IT 企業とかじゃない限り、名前を偽名にするとか、運転免許証で登録しないとか、そういった対策は絶対に必要となります。とりわけ、パスポートと運転免許証が最悪で、顔写真、住所、名前の3つを抑えられちゃうのぜ。だから可能な限り、この2つを使って登録しない。登録を迫られるサービスは使わない。を心がけるといいのぜ。次に、登録にはステアドを使いましょう。ステメアドとかのサービスを使って、メインで使う Gmail とかは無傷な状態にしておくことがとっても大事なのぜ。次に、ジパングに昔から存在する大手 IT 企業、例えばドコモとか角川とかは使うな。あくまでも、個人情報を流出させたくないならって話なのぜ。というのは、新しい企業であればあるほど、最適化された組織運営、最適化されたサーバーにセキュリティを持っている確率が高いのぜ。というのは、技術の進歩の話で、昔は PHP とかが主流だったんだけど、今は PHP が主流じゃないし、昔の企業とかって、PHP で作って、で、JAVA を乗っけてとか、熱海の旅館のような、拡張に次ぐ拡張を重ねて、サーバーが空論しろ見たくなっているから、セキュリティホールだらけだし、大規模改修コストを払いたくないからって理由から、問題が起こるまで放置って感じだよ。ちなみに、
ほとんど全ての企業ってこんな感じなのぜ。これはもう一重に、IT 企業以外の経営者に IT に強い人材を採用しないって部分がおまんじゅうは課題だと思っているんだけど、さらには IT に強くない経営者が IT の勉強をして IT を把握するってこともしないことが多いのぜ。これが致命的なのぜ。例えば、コボルって言語で作ったサーバーをなんとかしたいけど、コボル使いが探せないから放置とか、さっさと JAVA とか既存使ってゼロベースで作り直したらどうですか？って言ったら、そんな予算出せない、とかそんな感じなので、ジパングに古くからある IT 企業って、セキュリティがバガバだから、個人情報登録しない方が無難です。で、ここからが、今回のリークって内部リークなんじゃないかな？でおまんじゅうの予測につながるのですが、現役の下っ端 IT 技術者って常に意思決定するやつらが無能なせいで、合理的な開発ができないってストレスを抱えているわけ。ざっくり包括すると無能って表現するけど、いろいろなのぜ。お互いに見る視点が違うのぜ。細かいことを言い出すとキリがないのだけど、ほとんどの原因は進行担当がプログラマーじゃないので、プログラマーのストレスが理解できない、運よく意思決定が我がプログラマーだったとしても、予算や開発期間の課題で封殺されてしまうとかそんな感じなのぜ。で、この内部リークの記事もそうだし、そもそもクラッカーはどうやって侵入したの？って部分なのですが、一つ目はニコニコじゃない角川の関連会社のセキュリティホールから侵入されたって可能性ね。で、次がニコニコみたいな一応先進的な会社とかだと、RSA とかの秘密鍵を使って、権限を与えるって方法を取ってリモート接続すると思われるんだけど、これが、例えば USB 方式とかだったりすると、結構流出するよねって話。あとは、内部のサーバーサイドの人間がこっそり秘密鍵を作っておいて、バックドアを仕込んでおくとかあって、こっちの方がセキュリティホール頑張って探してクラッキングするなんかよりも、いいよこいよ発展倍楽なのぜ。何よりも、一旦シャットダウンしたサーバーを外部からブートするって、ガチで、めちゃんこ高い権限を持っていないとかなり無理なのぜ。外部からのクラッキングだけで、その権限までアクセスできるようになるか？っていうとかなり疑問で、内部の手引きがあったって方が論理的なんじゃないって部分です。で、今後なのですが、もしも仮に、個人情報まで侵入されてたら、それってやばいよねって話だし、そもそも独断でクラッカーに4億送金したって経営判断ってどうなの？って話になってくるかもしれないし、あくまでも、このリークが本当だったらの話なのぜ。まあ内部犯行だったら防ぎようがないから同情的になるけど、そもそもは、もしも内部犯行だとしたら、ニコニコとかじゃなくて、企業は自社エンジニアの要求はもっと通さないとねって話になりそうだし、少なくとも取締役に IT に強い人材を入れてしっかり勉強した方がいいよってことと、やれる時に大規模改修を少しずつしておいた方がいいんじゃないかなって思います。この辺はフィクションだけど、社内システムすべてワンオペしている私を解雇ですか？って漫画の一巻で面白おかしく描かれているのぜ。なんがやべえっておまんじゅうが知る限り、本当にジパングの企業って社長さんが、IT に対して無能すぎて困難ばっかだよって部分が大変慎み深いです。本当に困難ばっかなのぜ。